Thank you.
走り出す周りの目は
Thank you.
前田地域、総括者、事務局長、
千葉健一さん、演目三人狂い。由来です。獅子踊りの起こりは伊達藩伊達政宗公の時代に茨城県の元吉郡入谷村に住んでいた白兵衛という人が創始したと言われ、その人の弟子であった善九郎が前田に獅子踊りを伝えたと言われております。今から400年以上も前のことです。400年も前と言いますと、ここ伊沢は伊達藩の領内であり、当時は金が採掘されていましたので、伊達藩を支える有力な地方でありました。従いまして人と物の流れは当然あり、そんな背景の中で幾多の編成を経ながら踊りが伝えられてきたと言われております。前田獅子踊りは行三流を名乗り、行三流の中でも代表的な踊りだと言われております。特徴です。前田獅子踊りの特徴は何といっても一頭の小鹿を含めた九頭で踊るのが一番大きな特徴であります。その小鹿役は小学生が務めています。見どころ、前田獅子踊りの見どころは鹿の生態を見事に表現しているところにあります。鹿は秩序を守って生活していること、また仲間を守ったりかばい合ったりといった友愛に満ちた生き方をしていること、さらには外敵から小鹿を身を守るため小鹿を中心に本能むき出しの闘争することなど、その武田家さをよく表現しています。美しい角を振り回して集まっては散り散っては集まる場面など、その動きをとくとご覧いただければと存じます。柳を5年ぶりに張り替え、新調して素晴らしい踊りを披露したいと思います。踊りです。子供2名、成人8名、総勢10名です。それではお願いします。